食品表示法の一部改正案について宮越充弘大臣に伺います。そもそも食品表示法とはどのような理念目的のために制定されたのでしょうか。伺います。宮越国務大臣。食品の表示につきましては、食品衛生法、ジャス法、健康増進法、この3法による食品一般を対象とした情報提供の制度の複雑さ、分かりにくさの解消を目指して、3法における食品の表示に関する規定を統合した食品表示法が平成27年の4月から施行されております。食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の確保および自主的かつ合理的な食品の選択の機会にの確保に関し重要な役割を果たしていることに鑑み、従前の3法における食品の表示に関する規定をこの食品表示法に移管し、国民の健康の保護並びに増進、並びに食品の生産および流通の円滑化、並びに消費者の需要に即した食品の生産の振興に寄与することを目的とし、このことが食品表示法の目的条項たる第一条に記載をされております。畑野君。大臣からご答弁がありましたが、食品表示はその食品が安全なものであること、消費者が自ら選択できるためには必要十分な分かりやすい情報が表示を通じて伝えられること、その両面を担保するためだと思っているんですが、そのためのですね、適正な基準を満たしていることが重要になるわけです。で、今回の法改正は、食品が自主回収された場合の国に対する情報提供を義務化し、その情報を開示するための改正ということなんですが、そもそも今回の改正で届け出の対象となる食品表示基準違反の表示というのはどのようなものですか。宮越国務大臣。今般の改正によりまして届け出の対象となる事案は、食品の安全性に関わる事項として食品表示法第6条第8項の内閣府令で定める事項に係る食品表示違反に伴う自主回収であります。具体的にはアレルゲン、消費期限、保存の方法などの表示についての欠落や誤表示が想定をされております。畑野君。そもそも適正にチェックされていればですね、自主回収しなければならない食品が市場に出回ることなどありえないわけです。で、私はやはり事業者任せではならないと思います。で、そもそも食品表示基準違反かどうか、これはどのようにチェックされるのですか。宮越国務大臣。食品表示法に基づく食品表示基準に違反する行為に対しましては、法律上事業者に対して必要な処理事項を指示し、食品の回収を命じるなどの措置ができることを定めておりまして、国におきましてもさまざまな端緒情報によりまして基づきまして厳正な法執行に努めているところであります。一方、法律上国の権限は都道府県知事などに委任をされておりまして、国と地方公共団体が情報共有しつつ迅速な解決に努めてきております。国といたしましては、食品表示の現場にできるだけ寄り添う形で食品表示の適切化に努めたいと考えておりまして、違反の可能性がある行為につきましては今後とも国と地方公共団体が連携して対処してまいりたいというふうに考えております。畑野君。食品衛生法に基づく各都道府県や、保健所設置し、特別機の、食品衛生監視員が、事業者への立ち入り検査や宗教検査を実施して、表示基準違反を取り締まっているということだと思うんですが、それでよろしいですか、大臣。橋本審議官。食品衛生監視員がですね、宗教等実施しております。はい、畑野。それで、その食品衛生監視員の体制について伺います。
2008年と2017年のそれぞれの年度のですね人数の変化なんですが、先住者についてだけどうなっているかお答えいただけますか。橋本審議官。衛生行政報告令によりますと、平成20年度の食品衛生監視員の先住者でよろしいですか、はい、先住者は、1339名、そして平成29年度におきましては先住者が1257名とされております。はい、畑野君。お答えがありました。資料にも届け、資料にも、出させていただいております。宮越大臣に伺いたいんですけれども、この先住者というのは大事なんですよね。昨日もあの消費者庁や現場のお話聞きますとね、本当に忙しく頑張っていらっしゃるということなんです。でこの点については消費者庁としても各都道府県の先住者の体制強化への支援というのを図る必要があるのではないかと思いますが、いかがですか。宮越国務大臣。ご指摘の食品衛生監視員は食品衛生法に基づき都道府県知事等が任命しているものでありまして、消費者庁としても食品の安全性確保という観点から重要な任務を担っているものと考えております。一方、各地方公共団体の食品衛生監視員につきましては、各地方公共団体の管轄する区域により抱える課題や実情が異なることから、その業務量に応じた適切な人員を兼任か専任かも含めて検討した上で、各地方公共団体において配置しているものと承知をいたしております。消費者庁といたしましては、各地方公共団体の地域の実情に応じた計画的な取り組みを支援をしてまいりたいというふうに考えております。畑野君。食品衛生監視員の、専従が減っているということは事実なわけですから、それはぜひですね、各都道府県の実態もつかんでいただいて、ふさわしい支援の強化を私としても、求めておきたいと思います。先住者は82人も減っているということですので、これはぜひですね、改善をするべきだと思います。そこで伺いたいんですが、先ほど宮越大臣がおにぎりを召し上がったというお話がありまして、資料に、おにぎりを載せております。実際のおにぎりはもっと小さいんですけれども、ちょっと拡大をしましたのでこのように、大きくなっております。食品表示について、です。おむすびということで名称はおにぎりで、その下に原材料名が書いてあります。その最後に原材料の一部に小麦を含む閉じというふうになっているんですね。で、アレルギーの問題が言われておりますので、ちょっと先に消費者庁に伺いたいんですが、資料にももう一枚付けさせていただいておりますけど、即時型食物アレルギーによる健康被害に関する実態調査結果というのが出されております。この今度の法案で言っている、届け出ということなどについてなんですが、アレルギーといった場合には、それはどの材料になりますか、確認です。橋本審議官。ご提出いただいている資料で、お示しいたしますと、はい、今回の届け出の義務の対象になりますのは、はい、エビ、カニ、小麦、そば、卵、乳、落花生の7つでございます。はい、畑野君。この間ですね、1000人の医師の協力のもとにおおむね3年ごとに実施している調査だと、何らかの食物を食べた後60分以内にアレルギー症状を呈した患者数という一覧が載っております。それで、そこはそれぞれ見ていただければいいんですが、2011年から2014年にかけて、これも相当増えてますよね、それぞれ7品目についても。そして2017年については1月から6月の中間報告ということで、1年の半分ということですけど、ですからこれも倍に
計算をし直せばもう本当に増えていくだろうということが想定されると思うんです。でその資料にあります、アレルギン上位3品目についての変化があるんですが、ここが大事だと思っておりまして、表示ミスによる発症者数というのがございます。上位3品目についての経過をご説明いただけますか。橋本審議官。この表の下の欄ですね、表示ミスによる発症者数というところでお示しさせていただいておりますけれども、卵における発症者が平成23年度では17名が、26年度では46名に増えております。それから乳に関しましては23年度が29、26年度は45と増えており、小麦の場合はそれぞれ18から23というふうに増えているというところでございます。畑野君。確認をさせていただきました。このようにやっぱりアレルギーによる発症者表示ミスによってもこれだけ出ていると、これは重大だというふうに思います。で先ほどのおにぎりの、原材料名に戻るんですが、その中に、調味料カッコアミノ酸等というのもあるんですね。これ一体何かなというふうに思うわけなんです。で実は食品添加物の、表示について、その表示方法なんですが、複数の物質が使用されていても物質名ではなく用途を示す一括名だけを表すという一括名表示がされております。でこの法律が作られるときに2013年5月28日の党委員会で、我が党の国田圭司議員が一括名表示をやめて物質名と使用目的を明記すべきではないかというふうに質問をしたことに対して、政府委員から添加物表示のあり方を検討してまいりたいという答弁がありました。それから長い年月がもう5年経っているんですが、どのような検討をされたのでしょうか。伺います。橋本審議官。食品添加物の表示のあり方につきましては、平成27年3月に閣議決定されました現行の消費者基本計画におきましてですね、実態を踏まえた検討を行うことというのが明示されております。これらの検討を行うにあたりましてですね、消費者庁におきましては平成29年度に食品添加物表示制度に係る実態調査事業というものを行いまして、まず国内事業者の消費者に対する食品添加物の情報提供に関する取り組みの実態に関する調査、それから海外の食品添加物表示制度に係る調査を実施したところでございます。消費者庁としましてはこうした調査事業の結果も踏まえつつ、国際整合性や事業者の実行可能性にも配慮した上でですね、消費者にとって見やすく分かりやすい添加物表示制度となるよう検討していくこととしているところでございます。畑野君。先ほどアレルギーの特定原材料7品目というのがあるんですけどね、それ以外にもいろいろなアレルゲンでやっぱり症状が出る方っていうのはいらっしゃるわけなんですよね。で食品表示法成立から5年も経って、いろいろな情報を集めてやっているということなんですけれども、しかしですね、添加物によるアレルギーの持っている消費者にとっては本当にですね、切実な問題になっております。待たされているわけですね。で先ほどご紹介された今年3月の調査報告書では、事業者や消費者からのこれまでの意見が掲載されておりました。私も読ませていただきました。でそれを読むとですね、ある方はアミノ酸等表示について明確にする、さまざまな添加物にアレルギーを持つ消費者にとってこのような曖昧な表示では選択の余地がない、例えばモノソディウルグルタマートカッコグルタミン酸ナトリウム MSG カッコ閉じを避けたい消費者にとってこのアミノ酸など表示は不適格すぎる、MSG は必須アミノ酸ではない、アミノ酸など表示を許していることは日本の恥である、この表示は直ちに変えるべきであるという意見も
厳しく指摘されております。そこで私伺いたいんですが、宮越大臣、これ早急にですね、検討を進めて消費者が表示の内容を詳しく知りたい場合についても事業者がきちんと説明するようにするべきではないかと、海外ではそういうことも行われているというふうに伺っております。この点について大臣いかがでしょうか。宮越国務大臣。食品添加物表示につきましては、食品表示法の規定に基づく、表示基準におきまして、原則として使用したすべての食品添加物を物質名で食品の容器包装に表示することとしておりますが、消費者への分かりやすい情報提供や限られた表示スペース等への配慮の観点から、簡略名の使用や一括名表示を用いた表示も可としております。で、事業者は食品添加物を含む食品表示につきまして、消費者から問い合わせがあればお客様相談窓口等において適宜応答を行うことが一般的と承知をいたしております。で、これに加え、事業者に添加物の応答義務まで課すことにつきましては、消費者庁において平成29年度調査結果や海外の表示制度、消費者の利活用度および事業者の実行可能性等を踏まえ、今後の添加物の表示のあり方を検討する際に参考とさせていただきたいというふうに考えております。畑野君。問い合わせてもですね、答えてくれないというところが多いというふうに聞いております。ですから、それは誠実にね、消費者が健康問題ですから、きちっと回答するというふうにしていただきたいというふうに思いますし、今日は食品添加物の問題しか伺いませんでしたけれども、先ほどから議論になっている原料原産地の表示の問題、あるいは遺伝子組み換え食品の問題などですね、本当に命と健康に関わる問題、消費者が本当にこの知りたいことを知ることができると、選択できるということを大臣がこの法のもともとの趣旨についておっしゃっていらっしゃるわけですから、ぜひそれはしっかりやっていただきたいということを重ねて申し上げたいと思いますが、大臣いかがですか。宮越国務大臣。今消費者庁として、今関係省庁とも関係のする問題がたくさんありますので、これについてはですね、今の消費者基本計画31年度末ということでありますが、その中で順次この検討を進めていきたいというふうに考えております。畑野君。しっかりとやっていただきたいということを重ねて申し上げまして、私の質問を終わります。